はい、どうも、ジリです。ということで、本日もプロジェクト世界からフルステージフィーチャリング、ハセミクで動画撮っていくんですけど、本日の動画はですね、1.5 周年に来てほしいアップデートのジールバージョンということで、過去にですね、視聴者の皆さんから募集したやつをまとめた動画を投稿したんですけど、まあ、それとかなり被る部分もあるんですけど、個人的に来てほしいなーっていうのを、喋っていく、ちょっと雑談動画みたいな感じの動画となります。ちょっと編集はあんましないんで、はい、よかったら話聞いていてくださいっていった感じです。ということで、ね、喋っていきましょう。まずはですね、チャレラ関係ですね。まずチャレンジライブ、全員のキャラクター1回ずつやらせるようにしてください。はい、ということで、まあ、ジールはね、キャラ特化で、真冬ちゃん特化で言えば、真冬ちゃんがなんだっけな、67とかそのくらいまで、チャレンジステージランクを上げてるんですけど、やっぱ他のキャラの報酬回収してんだよね。他のキャラの報酬回収したいんだけど、まあ、1日1回っていう制限があるから、あんまり他のキャラに使いたくないっていうのがあるんで、まあ、初回1回だけは、全キャラ、チャレンジライブの回数消費せずにね、使えるっていう風にしてくれたら、まあ、石集めとかキャララン上げに貢献できるんで、かなりありがたいなーっていった感じなんで、ちょっとこれはめっちゃしてほしいっていう願望ですね。続いて、チャレラの報酬増加ですね。まあ、これは割と意見も多かったんですけど、チャレンジライブ今100万かな、上限が。100万まで行くとクリスタルがもらえるって感じで、合計で結構石がもらえるんだよね。何万個もらえるんだっけ ?2 万個ぐらい ?2 万8000ぐらいもらえるんだっけ?かなりの量のね、石を集めることができるんですけど、まあ、これの上限が150万くらいかな。200万はさすがに厳しいと思うんで、200万とか多分、できる人がほんとマジで超少ない。ジールですら、真冬ちゃん全キャラキャラランスキルレベルマックスにしているにもかかわらず196万ぐらいが限界なんで、まあ、150万くらいにして、まあ、プラスで1キャラあたり12000くらい集められるようになるとうまいんじゃねえのかなっていう、2000は集めすぎか、まあ、それでも1000ぐらいでもいいんでね、集められるようになるとうまいんじゃないかなっていうのもあるし、まあ、これをやるんだったらやっぱさっきも言ったね、キャラ全キャラ1回できるってやつが欲しいですね。そしてもう一個チャレンジライブなんですけど、一週間の始まり、月曜日始まりじゃなくて、その人ごとにしてほしいですね。チャレンジライブの7日間やることにやってもらえる報酬なんですけど、まああれ、1日でも逃しちゃうと、最終日の日曜日が取れなくって、で、そのまま月曜日でリセットされるって感じなんで、まあシステム的にはね、こっちの方が多分やりやすいとは思うんですけど、できればここを各個人ごとにねしてもらえると、チャレラ忘れた時のダメージが減るっていうのがあるんで、これはみんな一人一人に別々にしてほしいですね。はい、まあ、できればここの報酬増やしたりしてくれても嬉しいんですけど、まあそこはさすがに高望みしすぎかなって感じもします。続いて絆ランクの追加ですね。まあこれは多くの方が本当に言ってるし、まあ実際公式の方からもね、今後追加していくっていう風に言われたんで、追加されていくと思うんですけれど、やっぱここは追加してほしいですね。まあ正直キャラクターランクじゃない絆ランク上げるのかなり大変で、今ジール最高のキャラでもまだ27とかで全然上がってなくて、他のキャラとかだったらまだ本当に2位5のメンバーですら10ちょっとぐらいしか上がってないっていうところはあるんだけど、まあそれでもね、新しい掛け合いとか称号とかね、追加されると個人的にはかなり嬉しいんで追加してほしいですね。はい、続いてがマスターランクの一括上げですね。現状マスターランク1個ずつ上げてポチポチする作業、まあその作業がいいっていう人もいるんですけど、まあ、個人的にはやっぱ一括でパパって上げれるとね、かなり楽なんで、一発で上げれるようにしてもらえると嬉しいなって感じですね。スキルレベルの上げるのと同じような仕様にしてもらえると助かります。はい、続いてイベント交換所の交換量増加ですね。はい、現状イベント交換所で交換できるアイテムの上限が、まあどんなもんかな、順位的には5枚ぐらい、今のボーダーの5枚くらいまでポイント取ってたらほとんどのアイテム、ジェム関係以外だね、ジェム関係以外のアイテムほぼ全て交換できるぐらいの量ではあるんですけど、まあできればもう少し増やしてほしいかな。結局、まあ、回収できない人は変わらずなんですけど、これまで回収してた人たちがそれ以上に自分の欲しいアイテムをより回収できるようになると助かるんで、特にまあ、スキルレベル関係とか、あとは練習用スコアとか、この辺とかね、もっと増えてくれると嬉しいなーっていった感じなんで、ぜひともここは増やしてほしいです。続いて、ブーストの回復方式の変更だね。現状ブーストが横スライドでの回復になってて、割と細かい数字の設定がめんどくさいんで、電卓方式にしてほしいですね。はい。
電卓方式がどれが今電卓方式だったっけ、ちょっとなんかパッと例が思いつかないんですけど、電卓方式にするとまあ1個や2個とかの、回復量も楽だし、まあそれ以上の99とかね90、80とかいう回復もしやすいかな。まあ電卓じゃなくても1ずつ上げるとか10ずつ上げるとかそっちでもいいかな。まあどっちかですね、電卓方式か1ずつもしくは10ずつ上げれる仕様をつける。どうしてもやっぱスライド方式はね細かい調整がしづらいなといった感じです。で続いてフィーバー演出の軽量化ですね。ここはみんなでライブの時にあのフィーバーチャンスタイムに入ると画面が暗くなって若干見づらくなるんですけど、まああれがあのフィーバーチャンスって出るだけで暗くなる機能をなくしたりとか、あとそのスーパーフィーバーの時にふわーってふわーってなるじゃないですかふわーってなるあの演出軽くしたい。うん、いや見づらいっていうのもあるし、まあ、ジールさんはそんなことはないんですけど、やっぱねあの機種が、あんまり性能の高い機種じゃない機種を使っちゃうと、どうしてもああいったシーンであの画面がゲームの方が重くなっちゃう、かくついちゃうってことがあるんで、まあ、その辺を軽量化できるといいのかなっていうふうに思います。次にお気に入り機能の追加ですね。これ楽曲の方となります。楽曲のお気に入り機能で、まあ、プロセカの楽曲は今150超えたんだっけ、今何曲かちょっと忘れちゃったんだけど160曲ぐらいあったかな。結構楽曲数が増えたということで、楽曲の絞り込みがかなりね面倒くさくなってきました。はい、探すのが探してたらあやっべ見つからなかったみたいな感じであのライブ始まっちゃうなんてことがあるんで、まあお気に入り楽曲をねつけておいて、それを一発でねパッて見れるようにできるとかなり、選曲とかの時に特に楽曲詰めたりとか、あとは今現状みんなでライブの方でまあそこも来てほしいんですけど、みんなでライブであのソート機能がミフルコン曲ソートとかができないっていう状況、あと楽曲レベルソートもかなもうできないっていう状況になってて、まあそれが追加されても嬉しいんですけど、まあそれが追加が一番楽ではあるんですけど、そんな感じなんで、まあお気に入り曲からねまあ一発で自分のあのやりたい楽曲を見れるっていう風にしてもらえるとかなりありがたいんで、ここはぜひとも追加してほしいですね。続いてキャラクターミッションの追加ですね。こちらのキャラクターランクの方の話になるんですけど、まあ現状キャラクターランクジールがかなり頑張ってる方で、真冬ちゃんが54まで来たかなっていったところなんですけど、どうしてもねあのキャラクターランク上げる上で今もう新キャラが追加されない限りあのチャレンジライブでしか上げれないみたいな状況になっちゃってるんで、まああの控え室、まあ、ちなみにジールは控え室まだ完走しないんであれなんですけど、まあ控え室とかあとはリーダーの使用回数、衣装の上限とかその辺のやつが追加されてくれるとキャララン上げやすくなるんで、まあ個人的にはやり込み機能の一つとして追加してほしいなといったところです。続いてカスタムルーム機能ですね。これはジールがだいぶ前からずっと言ってて、あのぜひともね皆さんあの 1.5 周年とかまあ今度2周年とかの前になったらあのプロセカ公式の方からアンケートが出ると思うんでそこで書いてほしいんですけど、あのルーム作成するとき、プライベートルームを作成するときにカスタムルームみたいなのを作って、あの嵐で入ってくる人をキックしたりブロックしたりする機能だとか、もうリーダーが、同じ楽曲だけ選曲するようにする機能とか、みんなの難易度を固定する機能とか、そういったね、特殊な遊びができるルームを作ってほしいなっていうのがあります。まあこれはあの配信者的目線で言うと嵐対策にもなるし、あと個人主催の大会とか企画運営とかに非常に便利になるんですよね。なんでこれを追加してほしい。まああとはあれですね、あのライブはみんなが揃ったら今強制的に始まるっていう仕様なんですけど、そこでみんなが揃っててもリーダーがあの押すまで始まらないみたいな、そういった仕様も追加されると個人的にはかなりありがたいかなといった感じなんで、カスタムルーム機能これはぜひともね早く追加してほしい。これ去年から言ってます毎回書いてるんだけどね、なかなか追加されないんで、よければちょっと皆さんもアンケートとかの時に書いてもらえると嬉しいかなっていうふうに思います。で次があの課金ですね。月額課金の追加、今カラフルパスとプレミアムミッションパス、この2つ合わせて450円かなぐらいの、課金が今月額でできるようになってて、まあそれプラスはですね、1万円のやつとかを購入するか、もしくはあの1周年とかの時にこう特別なやつが出てくるんでそれを買うかみたいな感じになってるんですけど、まあそれの購入でもいいんですけど、できればねその月ごとのお得なやつ、これが増えてくれると嬉しいな。まあ月ごと現状今2450円ということで、まあ月ごとがまあ
正直5000円とか1万円分ぐらいになると、まあ課金税としてはありがたいというのは課金税的な、重課金税的なお話なんですけどね。まあそれが違う、5000円分ぐらいの課金のやつで、まあプラスの馬味が5000クリスタルぐらい出てくると、まあ5000クリスタルちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあそれでもね、あのプレミアムミッションパスより高いけど、よりうまいみたいなやつが、追加されたり、まあ、追加のね機能があるやつとかが追加されると嬉しいなって感じです。で最後がね、ブースの上限ですね。はい、ブースの上限が今10なんですけど、ここが20に増えてほしい。10だと5時間で、全部回復しちゃうんで、もう寝てる間に全部回復しちゃって、消化できないんですよね、自然回復分を。睡眠時間人によって違うと思うんですけど、ジールさん6時間から8時間寝るっていう、結構ロングスリーパーみたいな感じなんで、できればね20あると嬉しいなっていったところですね。まあこれがもう全員20になるのがまあ一番理想かなって思うんですけど、それができないんだったら、さっき言ったね課金の月額みたいなやつで、カラフルパスみたいな課金のやつでブースの上限を20にするみたいなやつが追加されると個人的にかなり嬉しいですね。はい、もう全然買います、買わせてくださいって感じなんで。あと最後にもう一個ちょっと思いついたんで、ですね、それが準決勝の入手緩和ですね。まあこれに関してはかなり難しいところがあるんで、普通に入手緩和するって言った感じじゃなくって、今のある月のミッションパスかな、ミッションか、月のライブミッションあれの上限1万ぐらいにしてほしいですね。現状8000なんで、まあそれが1万になって、でその1万報酬が準決勝、もしくはプレミアムミッションパスの1万報酬が準決勝とかにしてもらえると嬉しいですね。まあなんでプレミアムミッション、ライブミッションの報酬増加と準決勝追加みたいな感じですかね。はい、といった感じで、まあいろいろ喋っていきましたが、皆さんどう思ったでしょうか。まあよければね、コメント欄でいろいろ書いていただけると嬉しいです。といった感じで今回の動画は終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。